ピンク、ねえ、そろそろ見張りの人たちも仕事を怠ける頃だわ。こっそり出かけてみましょう。マリオの役に立つ情報を見つけられるかもしれないわ。あの隠し通路を使っても大丈夫でしょうか？クッパもそろそろあの通路に気づいてもおかしくないと思うんですけど。大丈夫よ、ティンク。クッパはまだ気がついてないわ。怖そうに見えて意外と抜けているのよね。勇気を出していきましょう。ということで、こんにちは、こんばんは、ブッチです。やっていきたいと思います。マリオストーリー実況プレイです。やっていきたいと思います。ということで、前回、兵法のおもちゃ箱を攻略し、その後、今、ピーチの話に来たところです。この時期か。そうそう、あのね、通路の演出がね、ショートカットされるんですよね。で、なんだっけ？ここは行ったね。前回、見張りが、前回は、クッパの部屋行ったらすぐね、閉じ込められてしまったので、今回は、こっち行ってみるか。お、ん？お前は誰なのねん？おお！私はピーチ姫、あなたは？ピーチ姫だったのね。僕のことはみんなグルメ兵法って呼ぶのね。ピーチ姫がお部屋を抜け出したのをクッパ様に報告しなきゃいけないのね。でもお腹ペコペコの僕に美味しいものを食べさせてくれたら特別に内緒にしておくのねん。だからピーチ姫、お料理作るのねん。作ってあげてもいいけど。材料も道具もないの。それなら心配いらないのねん。この下の階にキッチンがあるって知っているのねん。そこでお料理すればいいのねん。はい、これ、下の階に行く扉の鍵なのねん。これでキッチンに行けるのねん。ということで、お城の鍵をもらいました。キノコ城の前、キノコ城の城前を外せる。じゃあ、美味しい料理を待っているのねん。そうそう、下の階にも見張りがいるから見つからないように気をつけるのねん。ということで、はい。ということで、なぜかここに、宇宙まで来てしまったグルメ兵法。あの後ね、そういえばマリオがケーキ渡してから上に吹っ飛んできましたよね。おもちゃ箱を抜け出して一気にこっちまで来たと。お！で、寝顔のパワー。あ、これってあれじゃね？あ、綺麗な宝箱がありますよ。あら、これはキノコ城に代々伝わる不思議な宝箱だわ。え、不思議な宝箱？そう、この宝箱はどこかにあるもう一つの不思議な宝箱につながっているの。これに物を入れると、もう一つの不思議な宝箱から取り出せるのよ。へえ、すごいものなんですね。もう一つの宝箱はどこにあるんですか？どこだったかしら？ちょっと覚えてないわ。これだわ。ピンチで頑張る。しまって、寝顔のパワーもしまっておいて、これであれ、ミステールの館？ミステールだっけ？あれだ、星のかけら交換してくれるあいつの、館の下で、下のところにあったやつですね。あそこの宝箱をマリオから引っ張り出せばいいと。で、お城の鍵で。じゃあ、下の階層に行こうか。下の階層のどこだっけ？見張りいるっつってたよねー。見張りいる。これは違う。あっちの奥かな？かぶね。お料理か。お料理は覚えてるぞ。これは、ここは違うね。なんだっけ、ここ。なんだっけ、これいつ来るやつだっけ。ここじゃないね。じゃあ、こっちかな。ここはなんもない。あ！バレちゃった。ごめんなさーい。戻ってきまーす。やっちまった。あれ？どっちだっけ？ここ開いてる？お？ここには誰もいないのかな？
あ、宝箱。ピンチでマモールのバッジ。マリオがピンチになると受けるダメージが半分になる。おお。で、おお、キノピオ。おー、見つかっちゃった。あれ、ピーチ姫、ご無事だったんですね。あなた、お城のキノピオね、ずっとここに隠れていたの？はい、そうです。捕まったらどうなるのかと思うと怖くて、マリオさんが助けに来てくれるまでずっとここに隠れていることにします。ピーチ姫も無理をなさらず、どうかご無事で。あ、隠れやがった。じゃあ、多分あの右下だ、あの扉がキッチンなので、ちょっとこのピンチで守るのバッジを宝箱にしまっていきたいと思います。よし、じゃあ料理場に到着しました。これあれだね、キャシーさんが一番最初にいたとこですね。ここキッチンね。さて、何から始めましょうか。ピーチ姫、ここに料理の本がありますよ。これをお手本にしませんか？どう、ティンク、何か美味しそうなもの載ってる？ちょっと待ってくださいね。これなんてどうですか？スペシャルいちごケーキです。美味しそう。それを作りましょう。ティンク、作り方を読んでみて。いいですか？よく聞いてくださいね。まずは、砂糖と卵をボウルへ入れるところか、というところからです。では、ピーチ姫やってみてください。それができたら次のステップに進みますので、僕に声をかけてくださいね。なるほど。で、小麦粉、砂糖、塩、卵、ミルク、いちご、クリーム、バター、そして、食器を洗う洗剤に水、普通の水です。水って持てるんだ。あ、置けるわ。へぇー。他になんかある？それぐらいか。ワインみたいなのあるけどな。これね。これはね、多くの人が覚えてるよ。このイベントは。どうする？や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 るか？はい。できました？はい。じゃあ次のステップに進みますね。ボウルに入れたものをかき混ぜて泡立てるということですね。はい。了解した。いいですか？僕が合図してから10秒間なるべくたくさん栄養をしてかき混ぜてくださいね。いよいよいいですか？スタート。これいけるかな？どうしよう。はい。痙攣連打がきついぜ。はい、そこまでです。どうです？うまくできましたか？オッケー。じゃあ次のステップに進みますね。小麦粉とバターをボウルへ入れるということです。ではやってみてください。はい。はい。これあれかな？大丈夫？これ。できましたと。で、ボウルの中身をさっくり混ぜてから型に流し込んでください。さっくり混ぜて、型へ流し込んで、次のステップに進みます。作った生地をオーブンで30秒間焼くと。じゃあ、持って焼きますと。で、A で生地をオーブンに入れて焼きます。30秒経ったらと。はいはいはい。これさ、リアルで30秒間待たないといけないっぽいんですけど、とりあえず一旦出しますね。できましたかと。で、できたスポンジをテーブルの上に置いてください。で、クリームとイチゴ乗っけてくださいっていうところで、またこれできるんだよね、確か。大丈夫これ。俺、ここまでひどいのはやったことないぞ。あ、イチゴはあれか。イチゴはさすがに無理か。
はい。すげえ、これ。グルメ兵法のとこへ持ってこわ。これ、あれですよ。上から順に洗剤で、洗剤と洗剤を混ぜて、洗剤を入れて、焼いて、いちご乗っけただけの、あれだよ。でも、見た目はいちごケーキ。お待ちどうさま。おお、待ちかね立ったのねん。これ、誰しもやるよね、一回は。いただきますなのね。そうなるわな。グヒー、まずい、まずいのねん。こんなものまずくて食べられないのね。作り直してくるのね。一体何を使ったらこんなまずいケーキになるのね。使ってる材料がめちゃくちゃなのね。はい、ごめんなさーい。ピーチ姫、今度こそ美味しいケーキ作りましょうね。なんかムスってなってる、ピーチが。そうね、グルメ兵法に美味しいって言わせてみせるわ。ということで、じゃあ、さすがにね、真面目にやっていこうかな。はい。まずは、砂糖と卵を入れましょう。砂糖と、卵。はいはいはい。できました。はい。で、次のステップ進みますね。で、ボウルに入れたものをかき混ぜる。これ、洗剤はめちゃめちゃ真面目に混ぜたけどさ。こっちもちゃんと混ぜ、こっちはちゃんと真面目に混ぜないと。いくよー。どうしよう、これ詰めガチャやりたいけど、ちょっときついな。10秒間連打するのってなかなかきついですよね。最近こういうゲームあんまりないもんね。スマホゲーでもこんなのあんまなくない？おい。よし、はい、そこまでです。どうです？うまくいきましたか？はい。で、次のステップに進みますね。小麦粉とバターをボウルへ入れる。これさ、小麦粉とバターを入れる。これさ、卵と砂糖混ぜてるからメレンゲ的なの作ってるのかな。でも卵黄も入れて作ってんのか。まあそういうスポンジの作り方ありますからね。はい。ではボウルの中身をさっくり混ぜてから型に流し込んでください。泡潰さないようにね。ゴムベラ使えよ、ちゃんと。絶対あれでやってる。絶対あの泡立て器でやってるわ。はい。で、次のステップに進みますね。作った生地をオーブンで30秒間焼くということです。じゃあ30秒焼きましょうか。30秒で火が入るわけがないんだが。まあでもね、これで5分待ってくださいとか言われたら、それはそれで嫌なんだけど。生地を入れましょう。30秒経ったと思ったらもう一度 A を押して焼き上がった生地を取り出します。焼き直しは聞けませんよと。はい。とまあ30秒待つ必要があるんですけど、ちょっとね、30秒間トークでつなげるのはなかなか難しいので、まあおそらくカットになってるんじゃないかなとは思います。まあ、グルメ兵法がここまで来てね、ケーキ作ってっていうことだったので作っておりますが、まあ、洗剤ケーキって誰しも一度はやってるんじゃないかなって思いますよ。はい。まあね、このイベントはこれやらないとね、終わらな、はい。これをやらないとねっていうのでやりましたが、まあ、録音のね、時間見ながらやってたんで30秒ぴったりだと思います。では、できたスポンジをテーブルの上に置いてください。さあ、これで最後です。クリームを塗ってからいちごで飾り付けをしましょう。これね、なんかミルク使わないんだね、これ。ミルクも水も使わないっていうね。で、クリームを塗ってからいちごを持ってと。まあ、塩とかね、水とか洗剤は使わなかったと。で、できましたと。ちなみに、やり直すを押すと、1個前の手順に焼くやつ以外は、戻せたはず。で、これでグルメ兵法に渡しに行くんですけど、お待ちどうさまーと。これでね、グルメ兵法のセリフが、いただきますなのねんで、ああ、大丈夫大丈夫。おー、デリシャース。
うますぎるという風になればもちろん成功なんですけど、あの洗剤使わないでもし失敗しちゃった場合、確かグルメ兵法があの焼きが足りないとか、順番が違うとか、あとなんだっけな、混ぜ方が足りないみたいのを指示してくれるので、本当はそれをね、聞いてやり直すっていうのが正解です。で、ふうとっても美味しかったのね。こんな美味しいケーキを食べさせてもらえて幸せなのね。俺にいいことを教えるのね。星の星のうちの一人は南に浮かぶ島ジャンボル島のグツグツ火山に捕らえられているのね。マリオに教えてあげるといいのね。でもファイアパックンっていう大きな怖い怪物が星の星を見張っているのね。気をつけないといけないのね。僕マリオは嫌いじゃないのね。だから教えるのね。いいやつじゃん、グルメ兵法。来ましたね、ジャンボル島のグツグツ火山。個人的に俺は一番好きなステージが来ますね。ティンク聞いた、ジャンボル島のグツグツ火山ですって。星の星がそこに捕まってるそうよ。お急ぎでマリアさんにお知らせしなくちゃいけません。そうね、ティンク、いつもお眠いばかりで悪いけど、マリオに知らせに行ってくれる？もちろんです、お任せください。では行ってきます。さっき大声を出してたのは誰じゃ。静かに旋回ババ様。むむむ、ピーチ姫か。静かにしなくてはいかんぞ。汗かいてる。だいたいピーチ姫は囚われているのじゃから、もっとおとなしくして。ん？ピーチ姫がなんでこんなところにいるのじゃ。誰かおらぬか。ピーチ姫を捕らえるのじゃ。ということで、例のごとく。いやーん。バイバーイ。そろそろさ、部屋怪しめよな。ふう、やっぱり外の空気は美味しいね。あんなところに閉じ込められて運動不足になっちゃったよ。僕の名前はニール。マリオくん、君のおかげで助かったよ。今度は僕が君の力になる番だね。それ。マリオのスターパワーが4になったぞ。マリオは力を抜いてという星の星の技を使えるようになった。力を抜いては敵全体の攻撃力を下げる技だぞ。ピンチになったらいつでも僕を呼んでくれたまえ。いつだって追いすぎで君たちのところに飛んでくるよ。さあ、そろそろ僕は懐かしい星の国へ。マリオさーん。おー、ティンク久しぶり。マリオさん、マリオさん、役に立つ情報を。おー。あ、星の星様。いや、確か君はティンクくんだったよね。最近星の生まれる谷から星の国に来たばかりのフレッシュのヤングボーイだ。え、僕の名前覚えてくれてるんですか？ははー、もちろんだよ。僕らは家族みたいなものだからね。僕、感激です。ははは、大げさだな。それよりこれからも頑張ってくれたまえ。それじゃあ僕はもう行くよ。グッバイ、ティンクくん、マリオくん。上長にいいところ、いいところを見せてもらった。上司にいいところを見せた。うわ、星の星様のお話しちゃいましたよ。こんなチャンス、星の国でもめったにないんです。嬉しいな。あ、すいません。大切なお話があるんでした。ん？ピチ姫と僕が手に入れた情報によるとですね。くしゃみが。すいません。なんでも、星の星様の一人がジャンボル島にあるグツグツ火山に捕らえられているらしいんです。この情報を手に入れるのに、ピーチ姫はとても頑張ったんですよ。頑張ったね。頑張ったよ。マリオさんのお役に立てるといいのですが。オッケー。それじゃあ僕、またピーチ姫のおそばに戻ります。マリオさん、頑張ってください。僕もピーチ姫と一緒にお役に立てる情報をもっと探してみせます。あ、見ます。行っちまっただよー。ということで、星の星様、ニールですね。いつも爽やかで元気いっぱいな お兄さんの星の星。敵全体の攻撃力を下げる技、力を抜いてを持っていると。でね、このね、ニールはね、多分一番お世話になるんじゃないかな。敵全体の攻撃力をなんと3も下げてくれます、この人。3も下げるんですけど、
これどうなんかな、俺これ必中だと思うんですよね。眠り状態にする技とか、アイテムのぐるぐる目回し、今ないんですけど、ぐるぐる目回しとかって、確率なんですよ。当たる確率があって、当たらない場合ももちろんあるんですけど、それが、この力を下げては必中だと思うんですよ。多分ね、誰にでも絶対に当たった気がします。なのでね、かなり強いです。で、ちょっとね、いろいろありまして、まず、ちょっとね、ちょっといろいろ準備をして、ちょっと今回短くなってしまったんですけど、ちょっと PG 姫で遊びすぎたっていうのもあるんですが、ちょっと今回短くなっちゃって申し訳ございませんが、ちょっとね、次回、次回ちょっと、一旦準備をしまして、例の黒いあいつをぶちのめしに行ってやろうかと思います。はい。そのための準備をしますので、しばしお待ちください。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバーイ。